NHK 紅白歌合戦の出場者発表で20年近く歌手活動から遠ざかっていた女優篠原涼子の名前が突然上がり話題を呼びました。東京パフォーマンスドールのメンバーだった篠原は1994年小室哲哉プロデュースの恋しさと切なさと心強さとで大ブレイクし、同年の紅白に初出場しました。その後ももっともっとレディジェネレーションなどをヒットさせましたが、03年を最後に新曲を発売しなくなり、女優業へとシフトしていったようです。しかし今年19年ぶりに配信で新曲をリリースして歌手活動を再開しましたが、あまり話題にはならなかったため、今回の紅白出場は意外な結果になっています。その理由として、芸能プロダクションの業界団体日本音楽事業者協会のトップを務める人物の事務所には人気タレントが多数所属しており、テレビ業界に最も影響力のある中の一つと言われているからのようです。実際矢原翔介がフジテレビ系目覚まし8、石井亮次が TBS 系ゴゴスマという帯番組を持っており、9月までは加藤綾子がフジ系のライブニュースイットを担当していました。通常一つのプロダクションが同じ局で帯番組のキャスターを2つ以上持つことはないので、業界内で話題になっていました。プロダクションにタレントを出させたいと思わせるほど、紅白にはまだまだ影響力があるようです。そんな篠原涼子さんに芸能人生で2度目となる大きな危機が忍び寄っていると言われています。まず最初のピンチは1994年7月に恋しさと切なさと心強さとが大ヒットしますが、1995年8月で小室哲哉ファミリーから卒業したことです。この決断の影響は大きく、それ以降はヒット曲には恵まれず、歌手としても女優としても中途半端な時期が続いていました。しかし篠原さんは持ち前の負けん気で過去をリセットし、2000年代に入ると歌手活動をほぼストップして女優に活路を見出しました。彼女には女優としてテンプの才があり、蜷川幸雄演出の舞台を経験し、その後演技派としてスターダムにのし上がりました。ドラマ「ハケンの品格」や「アンフェア」などヒット作にも恵まれ、視聴率の女王の名を欲しいままにしました。そして現在2度目の危機が訪れていると言われています。夫で俳優の市村正親さんとの離婚を東京五輪2020開幕の翌日に発表した直後、週刊文春に不倫疑惑を報じられてしまったことです。篠原の不倫相手と名指しされたのは韓国の男性アイドルグループスーパーノヴァのメンバーダンスで、男女の関係にあるとスクープされました。そしてさらなるダメージになったのが2回目の文春法で、篠原さんがダンスを束縛する LINE のやり取りまで公開されました。2人は昨年3月に篠原が仕事部屋と称して借り上げたマンションの一室で密会を続けていたようです。ところがこの篠原の不倫疑惑は民放テレビ各局の情報番組はもちろんスポーツ紙も一切扱わず、完全スルーされました。やはり2人のツーショット写真がなかったことが大きく、また篠原が現在花王などの CM や人気ドラマに出演していた経緯もあり、決定打がないのなら触らないといった方針を取ったようです。当初はノーダメージで終わったと思われた篠原さんの不倫疑惑でしたが、時が経つにつれテレビ局や広告代理店関係者らがシビアな反応を見せ始めたそうです。その結果、ここ最近はドラマや CM などのキャスティング会議で篠原さんの名前が上がらなくなっているようです。所属事務所に打診する前の内々のキャスト会議の段階で、年明け新年度のドラマや CM 企画のキャスティングで彼女の名前が上がっても、最終的には様子見という扱いになっているそうです。来年4月から検討していたドラマ「ハケンの品格」の続編を日テレは見送ったとの話も聞こえてくるほどです。またフジテレビも特番ドラマとして新年度に想定していた特番ドラマ「アンフェア」を2022年後半のラインナップに先送りしたと噂されています。彼女の凛としたイメージもあって、一連の不倫疑惑にしっかりとピリオドが打たれない限り、なかなか起用しにくいという状況になっているようです。こうした背景には不倫疑惑報道に対して視聴者、特に主婦層の目が厳しいということがあります。しかも
篠原さんは2人の子供の親権を市村さんに渡しており、さらに二回りも年上の市村さんの将来の世話を放棄したという冷淡な印象もついてしまい、大きな代償を払ったようです。しかし今年はネットフリックス配信のオリジナルドラマ金魚妻の主演で注目を集めました。篠原涼子さんにとって離婚後の初ドラマであり、過激なシーンもあるということでも話題になっています。しかしそんな篠原涼子さんを見た視聴者から、太った、老けたという噂が広がっているそうです。いつまでも美しいイメージの篠原涼子さんですが、年齢的にも太ったり老けたりするのは自然なことでもあると思いますが、真相が気になるところです。篠原涼子さんは16歳の時にアイドルグループ東京パフォーマンスドールで芸能界デビューされました。また18歳の時はダウンタウンのごっつええ感じにレギュラー出演されています。その頃の篠原涼子さんはまだ10代ですので、顔もシャープで、現在の篠原涼子さんと比べるととても痩せていることがよくわかります。篠原涼子さんは2012年2月22日に第2子を出産されており、産後に 20kg 近く太ったことを公表されています。しかし減量のため週に4、5日、1日60分はヨガと筋トレに励んでいる努力を明かしています。さらに母親役などの役柄もあり、ふっくらされた印象から太ったと感じるようです。2017年のドラマ愛を乞う人の篠原涼子さんの画像を見ると、確かに太ってきているように感じます。また2020年のドラマ覇権の品格に出演された篠原涼子さんは、新型コロナウイルスの自粛期間中に 3kg ほど太ってしまったそうです。これらのことから篠原涼子さんが太ってきたのは金魚妻より前の40代前半くらいから太ってたと言えそうです。またもともと細かった篠原涼子さんなので、少し太ってしまっただけでも目立つのかもしれません。今回のドラマではタワマンに住んでるお金持ち主婦の設定になっていますが、ドラマ内で着ている衣装がおばさんっぽくてダサい、老けて見えると篠原涼子さんが老けたと言われるビジュアルになっているようです。もちろん2022年8月には49歳になった篠原涼子さんの年齢を考えると、老けたと思われたり実際に老けてしまったということも考えられますが、金魚妻で急に老けたというわけではなく、年齢を重ねてそれなりに変化されたとも言えるのではないでしょうか。設定上老けたと言われる金魚妻を演じている篠原涼子さんですが、やはり美人であることには変わりがないようです。年齢的なものもあり、様々な噂があるようですが、どうやら金魚妻出演より前の40代に入った頃から太ってきていたようです。太ってきた真相としては、篠原涼子さんの出産の影響が一番大きいように感じました。また金魚妻の篠原涼子さんが老けたという噂の真相については、金魚妻の衣装が原因であるようですね。そういったネガティブな噂が出ていますが、それでもやはり美人であることには変わりません。これからのご活躍も楽しみにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。